あれ？今日はクリキュアハウスに遊びに来たんだけど、みんないないみたい。おい、みんな、どこにいるの？もういいよ。あれあれ？もういいよって聞こえてきた。ってことはもしかして、かくれんぼ？やったー！かくれんぼ私大好き。ねえねえ、みんなはかくれんぼ好き？かくれんぼ好きっていう人は、グッドボタンを押して、私と一緒にみんなを探し出そう。ふむふむ、グッドを押してくれてありがとう。よし、プリキュアハウスで、みんな、かくれんぼ。みんながどこにいるかわかるかな？ヒーリングッドプリキュアのみんなだけじゃなくて、別のプリキュアたちもいるみたい。あれあれ？丸見えのプリキュアがいるよ。これは一体誰だろう？みんなわかるかな？なんだかほとんど見えちゃってるね。みんなはもうわかったよね。せーの、キュアフォンテーヌ、見つけた。あれ？見つかっちゃった。バレない自信あったのにな。よーし、他のみんなも見つけていこう。キュアフォンテーヌの後ろのお花屋さんに二人の紫色プリキュアが隠れてるみたい。これは一体誰だかわかるかな？頭にリボンとお月様。頭にアイドルみたいな可愛いヘアクセ。みんな誰だかわかったかな？よーし。この二人はキュアセレーニとキュアアヌール。見つけた。あら、見つかってしまったみたい。バレてしまったみたいですね。紫プリキュア二人で上手に隠れたと思ったんですけどね。私のデータにはこんなに早く見つかるなんてありませんでした。信じられません。さあ、今のところ三人見つけたよ。あとは、あ、滑り台の後ろに誰か隠れてるみたい。これは一体誰だろう？ピンク色の髪の毛。頭には緑と黄色のヘアクセがついてるね。みんなはこれ誰かわかったかな？見たことあるある。この髪の毛はみんなで言おう。せーの、キュアグレース、見つけた。あれ？見つかっちゃった。上手に隠れたと思ったんだけどな。どうして見つかっちゃったんだろう。次は階段を登って2階を探してみよう。2階には誰か隠れてるかな？あれあれ？顔が丸見えの人がいる。これは一体誰か、みんなもうわかったかな？ピンク色の髪の毛。望遠鏡の後ろに隠れているのは、キュアスター、見つけた。うわぁ、見つかっちゃった。みんな探すのうますぎ。キラヤバーだね。他に隠れてる人はいるかな？あ、かわいいお洋服が隣に。って、あれ？誰かがお耳だけ隠れてるよ。これは誰かわかるかな？緑色の髪の毛にお星様のアクセサリー。このお洋服、この髪型は？みんなで行ってみよう。せーの、キュアミルキー、見つけた。およー、見つかっちゃったるん。完璧に隠れてたのに、どうして見つかっちゃったるん？不思議るん。プリキュアたち、いろいろなところに隠れてて楽しかったね。かくれんぼって、隠れるのも楽しいけど、探すのもすごく楽しい。動画を見てるみんなも、私と一緒に最後までプリキュアたちを探してくれてありがとう。みんなのこと大好き。みんなと遊べてすごく楽しかったよ。また、一緒に遊んでくれる人でチャンネル登録がまだの人は、チャンネル登録をよろしくね。右上のこの辺りにあるアイマークを押すと、遊ぶのに他の動画も見れるから、ぜひぜひ他の動画も見てみてね。またみんなに会えるのをすっごく楽しみにしてるよ。みんな元気でね。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、遊
ソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみる。